イミネです。はい、ということで12月も中旬ということで、てかさ、今年マジで早くない？もうだって1年終わるんですよ。なんか1年の終わりの12月に私恋愛企画ぶち込みすぎてるんじゃないかっていう、女の味方チャンネルなんじゃないかっていうエミネでございます。はい、ということでですね、ちょっと前に彼氏の作り方動画を上げたじゃないですか。まあ、あの時にさ、彼氏は欲しいけどなんか私響かない、そんな気持ちみたいなさ、女の子たちも多分たくさんいると思うんですよ。要するにね、いいなって思う人はいるんだけど、都合いい女から抜け出せないのとか、セフレから抜け出せないのっていうね、方もかなりいるんじゃないかなって。私は知ってます。私はみんなの気持ちなんか分かってます。ということで、そういう子たちも見捨てません。私はですね、今日はすごい女になっちゃって悩んでるっていう女の子たちのお悩み相談を募集してましたので、読んでいこうと思います。で、まず、まあ、要するにさ、セフレってね、ありなんかなしなんかっていう、やっぱさ、あるじゃないですか、永遠のテーマと言いますか。だからまずはそういうお悩み相談に乗る前に、セフレはありなのかなしなのか、私なりの気持ちとか、みんなからもね意見をたくさんもらったので、まあ、ちょっとありなしをいろいろお話ししてからお悩み相談を読んでいこうかなと思います。ちなみに皆さん、セフレはありですかなしですか？あと、セフレは経験したことありますか？私的にセフレはどっちかというと、まあ、あり派ではあります。私はそのめっちゃちゃんとセフレみたいなのができたことはないんだけど、やっぱ男女ともに適度なねセックスっていうものは必要だと思うんですよ。で、女性ってさ、だんだん年齢重ねるにつれて性欲っていうものは増していくって言うけど、あの27歳の私ですね、性欲が低下気味でございます最近。はい、まあ、いろんなね場数を踏んでおりますので、思うことはねいろいろあるんですよ。まず私なりの、まあ、セフレ論としては、お互いがすることによって誰かが傷つかないみたいな関係だったらいいと思うの。あと、失うものがないとかっていうことは、彼氏彼女がいないとか、どっちかがどっちかのことを好きとかいう関係じゃないなら、セフレはありだと思います。マジで体だけの関係みたいな。ただそんなになんか正当化されたような関係なかなかないと思うのね。女の子が男の子のこと好きになっちゃう、既婚者のことを好きになっちゃったとか、なんかすごい女になっちゃったみたいなことがね、やっぱ現実問題あると思うんですよ。私、圧倒的に傷つくのは女の子の方だと思うんですよ。だからこそ誰も傷つかない、避妊とかも、あと性病検査とかもちゃんとして、ちゃんとした相手なら私はいいと思います。ただどっちかが傷つく状況とか、2人の関係で誰かが傷ついてるとか、そういう関係なら今すぐ切った方がいいっていうのが、まあ、私のセフレ論です。私の意見に偏らせたくないので、みんなのセフレ論もちょっと読んでいきますね。お互いに本当に割り切れてるならありだと思います。私はなし派です。まあ、私と同じ感じかな。めちゃくちゃありめちゃくちゃあり派もあります。だからもう割り切ってたらいいんじゃないかな。私は普通にセフレが欲しい。お互いのこと、名前とか年齢くらいしか知らない相手。ああ、もうだから本当に割り切ってる相手だよね。でもなんかあんまりにも顔が良かったりとか、なんかその人に対して居心地が良かったりすると、今後の恋愛に影響大なのね、セフレなんて、まあ、作っちゃうとさ。そこをね本当に割り切れるような、うまくできるような感じだったらいいと思うんですけど、まあ犠牲はやっぱあるよね。なし。結局自分が得られるものは何もない。セフレには何かを求めるっていうよりも満たす行為かなって思います。こっちが使ってやってるんだぞって強い気持ちを持つ。無神経になる。いや、このマインド私一番大事だと思うわ。これ見てるの多分女の子が多いかなって思うから、本当に知ってほしいんだけど、女の方が強く追った方が絶対にいい、絶対にいい。私すごい女で弱るんじゃなくて、こっちが大人のおもちゃとして使ってあげておりますので、ゴムをつけないとか、お前舐めてんのかくらいのね、まあ、強い気持ちで、自分が都合よく使うくらいの気持ちの方がバランス的には取れると思います。なし。自分の価値をだんだん下げていくのに病んでしまう。結局いろんな人とやって、いろんな人に抱かれてて、でもふと我に返った時に、私って誰かに愛されてたっけとか、本当の愛ってなんだっけっていう感じでちょっと思いとどまっちゃう時があると思うんですよ。だからなるべくもう割り切った相手、まあ、1人2人くらいでとどめておいた方がいいと思います。あと、自分の価値をセフレでジャッジすることはないと思うので、だからさっき言ったちょっと強い女マインドを持ってた方がいいかなって思います。お互いの需要と供給があってればありだと思います。わかります、わかります。それくらいの割り切りが大事ですね。は
はい、ということで意外とアリ派の方が多かったんですね。ただ一概にアリとは言わずに、やっぱ割り切った関係とか条件付きのアリですね。なのでもしこの動画を見て今セフレとの関係に沼りそうとか思ってる人は、なるべく割り切る、そして相手にちゃんと条件をつける、あと自分のマインドをちゃんと強く持つっていうのを大事にしておいた方がいいと思います。ってな感じでセフレのありなしのお話をしてきたんですけれども、これからは都合のいい女とかセフレとの関係に悩んでる人を助けてっていう子たちのお悩みをちょっと聞いていこうかなと思います。君と私さ、ブラックコーヒー大好きなんやけど、じゃん見て、今さ妹が家におってさ、コーヒー買ってきてって言ったら1リットル買ってきた。キリタンがいるんですけれども、見て超幸せなんだけど、コーヒー1リットルもう多分500ミリリットルはやばいよな、うん、いやそれ本当1リットル飲める飲める、1日3杯のやつ、えもうじゃあ超えたよ普通に。びっくりじゃん、水のようにさっきからさどんどん飲みよけさ、めちゃくちゃ焦ってる。今日多分お水飲んでない、やばい。ということでセフレに悩んでる悩める乙女たちのお悩みを読んでいこうと思います。もちくんどうした、かわいいわ。今から会えるって言われたら、えーって言いながらメイク始めちゃってる、しっかり都合いいよな。でもこれはさ、好きな人とかにこう言われて、都合のいい女としてでもいいから彼と長い時間いたいみたいな子いっぱいいるんじゃないですか。私も経験あるよ。すっごいわかるからこそ、どこかで一旦ストップをかけて、あれいつもと違うなって思わせる方がいいんですよね。自己肯定感ないから都合よくなりがち、辛い。なんかこう何かに満たされたりしてないから、やっぱこう誰かに愛されたいがゆえセフレってやっぱ作っちゃうとか都合のいい女になっちゃったりすると思うんだけど、なんかね若い頃はやっぱそういう経験をいっぱいして、もういっぱいいっぱい傷ついたり、もう恋愛とかに疲れたら自分はどうやったら肯定感が上がるかなっていう風なこう思考に、ね、切り替えた方がいいと思います。お悩みではないんですけど、セフレってどういう流れでできるもんなんですか。はい、じゃあ今日からセフレになりましょう、よろしくお願いしますみたいな感じではないのよ。なんか暗黙の了解なんだよね。デートします、その帰りにホテルに誘われました、その男の子の家に誘われました、で一晩を共にしちゃいました、で次は女の子は会いたい、男の子はまた家においでよ、でキリのでかいケツが見えた、見えた、もうカットして、でっか、1メートルあんだあれまあそういう感じで誘われたりして好意を交わしてしまって、暗黙の了解で次も会った時にやるみたいな感じで、ケツやん、またケツ、やめろ、何舐めさせてるかと思った、私の昔の免許証やないかい、めっちゃ舐めよ、キモい、やめてそのブスな頃の免許証で遊ぶのほらもお前もそんな顔させてるな、かわいいおむちゃんのお尻が。昔悩んでたアラサーです、沼ってちゃダメだって言った、待ち込んで今の彼と出会えた、自分に自信ないと求められると嬉しくなるけど、一番大事にしてくれる人と一緒にいるのが一番だよ、昔の自分にも悩んでる子にもエミネーから伝えてほしいですっていうね、あの経験者からでありがたい言葉が届いているんですけれども、マジでねこれだなって思うの、やっぱりこの方も沼ってしまって辛い思いしたから自分で行動をしてその人を切ってで、いい人に出会えてるわけじゃん。だからなんか失敗って言ったらどうなのかなって感じなんだけど、やっぱこういう辛い気持ちを盾に次に進んだ結果幸せになってるので、やっぱねどこかで絶対で終止符はつけた方がいいと思うんですよ。でも本当に優しい人がいいって今27歳になっていろんな経験をして思えるので、なるべく優しい人にたどり着けれるようにみんなもねいつかはシフトチェンジをしてほしいなって思います。優しくされたらすぐ惚れてしまう、浮ついてるのかな、いやそんなことないと思います。私はなんかただ優しくされただけじゃ、こいつなんか裏があるんじゃないかなみたいな、なんかめちゃめちゃもう本当に過去にいっぱいトラウマとかがありすぎて人の優しさとかを簡単に受け止められなくなっちゃったので、それもそれでちょっと悩みだったんだけど、優しくされるけどみたいな、こいつは実際何を思ってるんだろうくらいちょっと相手に厳しめに見ておいた方が身のためではあるかなって思います。関係を切る方が怖い、一番目になかなかなれない、やっぱりね自分の気持ちを一番強く持って自分中心で考えてほしいのね。その人にすがらなくても男の人なんていっぱいいるから、その人がいいって気持ちもわかるんだけど、ある程度関係を切るくらい潔い強い心を持ってる女性の方が一番になれる傾向はあると思う。多分一番目になれないのは
相手に合わせてしまったりとか、相手の要求を飲み込みすぎてしまうからこそ2番目の女とか都合のいい女になりがちやと思うから、そこからまずやめた方がいいかもしれない。やっぱ追っかけすぎてるとなかなか男性の1番目にはなれないなって思うのね。だからこそ自分の意思はちゃんと持って相手と接してほしいと思います。潔さは大事ですよ。彼女奥さんとうまくいってない、自分といたら癒されるとか言われたら離れられ、あかんで、人の男はなあかん。やっぱり彼女がいる、奥さんがいる男性に言われる言葉は全部信じちゃダメです。一番目にしてくれないんだったら関わる必要ないと思うのね。自分とうまくいってないんだよねとかさ、そのなんか男に言われたらめちゃめちゃムカつかない？誰の分際で言ってんだてめえみたいな感じで私は思うんだけど自分のね幸せ一番に考えてほしいです。めっちゃ仲いい友達と思ってたのに無理やりされてすごくショックで立ち直れない。なんでね、友達と思ってるのにそいつにやられる、しかも無理やりでしょ、相当怒り追い詰めます地元中に言いふらかしますくらい追い詰めるくらい、やっぱ怒りで来るくらいムカつき上げるんですけど、友達と思ってた人がそういうことをしてくるイコールめちゃめちゃショックだし、なんかもう誰を信じていいのみたいな気持ちになると思うけど、弱くなんなくていいです。圧倒的にその男が悪いと思うので。でね、あのね、私は男と女の友情は成立しない派なんですよ。ぶっちゃけて言いますけど、場合によっては成立するっていう関係もあると思うんだけど、基本的には私は成立しないと思ってるのね。男の人の脳みそとおちんこは一緒だと思うので、頭で考えて口から出たことはおちんこにも直結してるわけですよどんなに仲いいなと思ってても意外と男が下心があったりとか好意を向けられてたりとか、自分に彼氏ができた瞬間仲いいなって思ってた友達が離れちゃったりとか、やっぱそういうのが、ね、昔からあったので、男は所詮男ってね割り切ってた方がいいと思います。あと絶対弱気になっちゃダメですよ。辛い恋愛こそ生きてる感じがして幸せを避けちまうこれ切なくない？めちゃめちゃ私心苦しかったんだけど、これ見た瞬間。でもね、わかるのよ、この不幸の方からね脱出した方がまずいいと思います。なんかね、私の知り合いにもやっぱりこう優しい人には惹かれないとか、追いかけられるとなんかその人には魅力感じないみたいな人が結構いるんだけど、やっぱり一番に自分を考えてくれる人とか、その人と一緒にいてハッピーな気持ちになれるかなれないかだと思うんですよ。だからなるべくね、辛い恋愛を優先するんじゃなくて、恋愛した時にその人のことを好きになりました、なんかハッピーな気持ちでいられるかいられないかで、ね、なるべくジャッジした方がいいかなと思います。幸せになってくださいね。同棲してた彼女と別れたばかりだから今は誰とも付き合えない、でも好きだよって言われて、まあ、同棲してた彼女と別れたばっかだからっていうのももう分かるんですよ。分かる。じゃあ私がタケちゃんと別れた後にすぐに誰かと付き合えるかって言ったらそういうわけじゃないと思うんだけど、でも好きだよの言葉にはね、あんまりね、いろんな気持ちが含まれてない気がする。だから全部鵜呑みにしすぎるんじゃなくて、半分くらいの気持ちでね聞いておいた方がいいかなと思います。断り方がわからない、断ったらその後気まずくなりそうで断れない、もう体の関係化をするならバカバカ断った方がいいよ。やりたくない時はやりたくない、行きたくない時は行きたくないで、なるべく自分の意思をはっきりして断るようなね女性の方が追われやすいとは思います。既婚者のセフレありなし？絶対になし。既婚者だけは本当にやめておいた方がいいと思う。お金取られるよ、お金を。既婚者と関係を持って奥さんに訴えられたりしたらお金を取られます。私の知り合いとかもうん百万取られたっていう人とかのね話も聞いたりするし、既婚者は特にハマったら沼なので、もう気をつけてください。絶対にダメですよ。沼ってた時に抜け出す方法はとりあえず別の男、間違いない。沼を抜け出すにはやっぱ別の男なのよ。か本当にその男のことを嫌いになるとか、もうよっぽど強い意志を持ってる女性とかだったら多分抜け出せると思うんだけど、愛されることを覚えるともうそういう沼にはなかなか引っかからなくなるので、セフレいる状態でもなるべくね別の愛してくれるような男を同時進行で探す方がいいと思います。最中はデロデロなのに賢者を迎えた瞬間態度が豹変、無口になるしすぐ帰りたいと言ったせてめ、ははあ、だからね、脳みそおちんこなんですよ、そういう男性はね。本当にやりたいからエッチ求められる、付き合ってからじゃないと無理、じゃあ付き合おうってやったりしたらその後ね後悔します。おちんこが脳みその主導権を握ってるんですよ。
だからその時にね言われるような言葉とか態度とかは本当のその人ではないので、賢者タイムになった時の方が本当のその人だと思うんですよ。なのでそこだけは心がけておいてほしいです。サフレイ沼る人は結局心が寂しい人なんだと思う。そうなんですよ。だからサフレイ沼ってる人はなるべく自分を愛してくれるような人の愛を覚えるところからスタートしてほしいので、本当に好きって気持ちをね伝えてくれる人、そういう人は自分がどんなに頑張らなくったってすっぴんの可愛くない姿を晒したって可愛いねって言ってくれるんですよ。美容頑張る、ダイエット頑張る、まあそれも大事なことなんだけど、本当に自分をね大事にしてくれる人ってそこを求めてくるわけではないので、ぜひそういう人にみんな出会ってほしいと思います。寂しさをセフレで埋めてたけど勇気出してクズオから卒業してよかった。本当にでもこの一瞬の勇気がさ、それ以降の自分を左右するよね。こういうね成功エピソードもたくさんありました。気になる人から体の関係を求められました。彼女にしたいと思わせるのはもう無理ですか？体の関係をまだ交わしてないんだったら全然大丈夫だと思います。だし私の中でやらせてくれそうだけどやれない女っていうのが一番強いなと思ってて、やっぱ顔が可愛い女性、美人な女性っていっぱいいるけど、私色気って最強だなと思ってるの。話し方とかは上品でさ、なんかこうちょっとしっとり感があるんだけど、なんかやれそうでやれない、意外とガードが固い、でもこの人が夜みだらな姿になるとどういう風になっちゃうんだろうって、その先までちょっと想像できるけど実際になかなかお堅いみたいなのっていうのめちゃめちゃ最強だなと思ってて、それでちょっと転がしてみて、でちょっと他の男とかを匂わせ出すと、この子俺のものにしたいに多分変わってくると思うの。だから求められても、えなんか求められた私ってもう無理なのかなって思うんじゃなくって、よっしゃーこっからくらいちょっとね優位な気持ちで接してみてください。ご飯作ってくれて風呂も沸かしてくれて一緒に入ってくれる、沼だね、それは沼系ですね。このパターンのセフレに引っかかると次の男が作りづらくなっちゃうんですよ。幸せになってください。元彼への接し方がわからない、接す必要ありますか？あの過去の男は私結構記憶から抹殺してるんですよね。元彼のは接さなくていいと思います。更新していきましょう。更新、私を大切にしてくれない人は一緒に切り捨てると私は決めている。あ、いや本当にこの心がけって私めちゃめちゃ大事だなと思ってて、私もすごくそれを大事にしてるんだけど、自分を一番に考えてくれないとか、自分を女の子として扱ってくれてるかとか、自分が嫌がることを絶対しないかとか、めちゃめちゃ大事なポイントだなと思ってて、それをちょっとでも踏み外してしまう男性はもう一瞬で切り捨てた方がいいと思います。一度体の関係を持ってしまったら彼女にはなれないですか？たくさん彼女になったような事例もあると思うんだけど、平均的で言うと私は彼女にはなりにくいんじゃないかなって思います。やっぱりね、自分のものになる前にそこの一番最大の部分が手に入ってしまうと、じゃあ彼女じゃなくていいじゃんっていう風になっちゃうと思うのね。私よくゲームで表すんだけど、男性ってやっぱゲーム好きじゃん。攻略をしていきたいんだと思うんですよ。最初からそのね最大級のものが手に入って、最初からゲーム始めて最初からボス倒しちゃうみたいな感覚になっちゃうんですよ。それってさ、ゲーム的に面白くないから、やっぱ体の関係は絶対に絶対に付き合ってからもなるべくたぶらかすくらいの感じで、やっと手に入ったぞを味わせた方がねいい気がします。本当に人によると思うんだけど、慣れる確率はちょっと下がっちゃう、だいぶ下がっちゃうのかなって思いますけどね、私は。はい、てな感じで、あの皆様のですねお悩みを読んできたんですけれども、ちょっと私なりに厳しい言い方をしちゃったかなっていう部分もあるんだけど、本当にみんなにはこれだけは言ってほしいんだけど、セフレは作ってもいいとは思う、最初に言ったようなことを守ってくれたらね。ただ都合のいい女にはなっちゃダメです。うちらってさ、親がさ大事に育ててきてくれたわけじゃないですか。そんなね私たち一人一人尊い存在なのに、わからん男に都合よく使われる分際はないんですよ。チンコと脳みそは一緒の男の人にそういう風に雑に扱われたりとか、ただの性欲処理とかに使われるような筋合いはないので、お互いにねウィンウィンな関係になれないんだったら、そういうね話の通じないもうクソチンコみたいな男はバンバン切っていきましょう。
マジでこれだけは本当に。なのでみんな自分を否定せずに愛をそういうよくわからない男に求めちゃダメです。本当に愛してくれる人って絶対いると思うので、そういう人を見つけた時に全力でその人のこと愛し愛されいい関係を築いてほしいです。はい、ということで私なりの意見をお話ししてきました。またねこういう恋愛系の動画を出していこうかなと思うので、リクエストあったらよかったらコメント欄に書いてください。ぜひみんなで幸せになりましょう。ということで、私インスタグラムやツイッターもやってるので、ぜひ遊びに来てください。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。